バーチャル乗務員の徹子です。今日の鉄道ニュースは、小田急がロマンスカーミュージアム展示詳細を発表です。小田急電鉄は11月30日神奈川県で建設中のロマンスカーミュージアムについて館内展示の詳細などを発表した。ロマンスカーミュージアムは海老名駅の隣接地に開設する博物館。コンセプトは子どもも大人も楽しめる鉄道ミュージアムで、小田急電鉄としては初の屋内常設展示室となる。館内ではヒストリーシアターとして開業時の車両であるモハイチ K を展示、またロマンスカーギャラリーでは3000系、セイから2万系、ILSE までの歴代ロマンスカー5系式10両を展示する。ロマンスカーの一部車両は車内も見学可能とする。また野田急線沿線を模したジオラマパークや子ども向けゾーン、キッズロマンスカーパーク、ミュージアムショップ、トレインズやカフェ、屋上テラスを設置。このほか7000系 LSE の図物運転台を使用した電車運転シミュレータも設ける。ロマンスカーミュージアムは2021年4月中旬の開業予定。小田急電鉄は開業日や営業案内などの詳細については決まり次第発表するとしている。以上、鉄道ニュースでした。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。